ピーター・ロバート・オブライエンは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミデイド軍ハイアリア出身のプロ野球選手。現在は、フリーエージェント。フロリダ州マイアミの、ジー・ホームズ・ブラドック高等学校出身。高校時代に保守に転校した。2008年の MLB ドラフトでは指名されず、ベスーン・クックマン大学に進学し、ミッドイースターアスレチックカンファレンスのベスーン・クックマン。 ワイルドキャッツに所属した。2010年には、ミックプレイヤー・オブ・ザ・イヤーに選出された。また、同年に、日本で開催された第5回世界、大学野球選手権大会には、アメリカ合衆国代表として参加した。2011年の MLB ドラフト30目で、コロラドロッキーズから指名されたが、契約せずに、マイアミ大学のマイアミハリケーンズに転入した。 2012年の MLB ドラフト2巡目、ニューヨークヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグヤンキースで、プロデビュー。A-9 スタテンアイランドヤンキースでもプレイし、2球団合計で52試合に出場して打率。212、10本塁打、34打点を記録した。2013年は、A 級チャールストン・ゲバードックスと、 A 級ンパ・ヤンキースでプレーし、2球団合計で119試合に出場して打率。291、22本塁が96打点を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2014年ヤンキース参加では、A 級ンパと AA 級トレントンサンダーでプレーした。2014年7月31日に、 マーティン・プラドとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。移籍後は参加の AA 級モービル・ベイベアーズでプレーし4試合に出場して打率385、1本塁打、4打点を記録した。また移籍前を含めた3球団合計では106試合に出場して打率271、34本塁打、74打点を記録した。 オフには2年連続でアリゾナフォールリーグに参加し、ソルトリバーラフターズに所属した。2015年からは外野手としての出場がメインになった。開幕からトリプル A 級離の A シズでプレーし、131試合に出場して打率、284、26本塁打、107打点、1盗塁を記録した。また、7月14日に行われた、 トリプル A 級のオールスターゲームのホームランダービーでは第2位となる合計20本塁打を放った。ロースター拡大後の9月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると11日のロサンゼルスドジャース戦でエンリケ・ブルゴスの代打で登場してメジャーデビュー。この打席でイアン・トーマスからメジャー初安打を放ち打点も記録した。 この年メジャーでは8試合に出場して打率401本塁打3打点を記録した2016年は28試合に出場して打率1415本塁打9打点を記録したオフの12月23日にディエフェとなった2017年1月3日にサムルイスとのトレードでカンザス式ロイヤルズへ移籍したシーズンでは開幕から 参加の AAA 級オマハストームチェイサーズでプレーしていたが5月10日にディフェとなった2017年5月16日にウェーバー工事を経て新シシナキレッツへ移籍し参加の AAA 級ルイビルバッツへ配属された5月25日にディフェとなった2017年5月27日にウェーバー工事を経てテキサスレンジャーズへ移籍し 参加の a a 級ラウンドロックエクスプレスへ配属された。6月17日に DF となった。2017年6月18日にウェーバー工事を経てロサンゼルスドジャースへ移籍した。参加の a a タルサドリラーズと a a a 級オクラホマ式ドジャースでプレーしていたが、7月31日に DF となり、8月3日に40人枠外となった。 2018年5月31日に金銭トレードでマイアミマーリンズへ移籍した。移籍後は参加の AA 級ジャクソンビルジャンボシュリンプと AA 級ニューオーリンズベビーケークスでプレーした。9月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2019年6月20日にディフェとなり22日にマイナー契約で AAA 級ニューオーリンズへ配属された。 レギュラーシーズン終了後の10月15日に FA となった。2019年12月16日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年8月16日に自由契約となった。ありがとうございます。